当時はもっと分かりやすいものが受け入れられた時代。洋な雰囲気を持ったバンドが多い中、唯一と言っていいくらい陰のオーラ。当時まだ存在していなかったビジュアル系というジャンルに大きな影響を与えたことは間違いない。なるほど。分かりやすいメロディーが求められる中、爆竹は A メロ、B メロ、サビというセオリーの構成とはちょっと違った。ここがサビですよというようなセオリーがなく、独特のメロディーが衝撃的にかっこよかった。サビみたいな。